山口さんとお送りしていきたいと思います。今日から週間のお天気です。山口さんよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでね、大丈夫ですか、マウス動かしにくくないですか、これ邪魔ですか、これさっきね、はい、そうちょっと席外した間に、はい、なぜか帽子が置かれてる。いや、なんか明日に向けて気合が入るかなと思って、お、はい、置いてみましたちょっと気合を入れるためにね、なんかかぶりたいかなと思っていや確かにマウスめちゃくちゃ邪魔なんだちょっとずらしてもらってなんかもし気が向いたらいつでもかぶれるようにご用意させていただきました。でもね、朝モーニングでもね、うん、大島さんに言ったんですけど、うん、私一人では絶対に被らないっていう宣言をしたんですよ、うんうんうん、そう、私もこれ被ります、一緒にね。これ今回被りました？まだ被ってないです。だからちょっと、ね、はい、楽しく被ってみたいと思います。どうぞ。あ、いいですよ。じゃあ山口さんも気合い入れてくださいねポン。私多分ね、山口さん魔女帽の方が似合うと思いますよ。かぼちゃも似合ってましたけど、朝私これかぶったらベレー帽だった。ベレー帽、そうなんです。どうです、私似合ってると思います。ありがとうございます。あれですよ、まあ去年羽根つけたんでね。そうですね、これぐらいだったらまあなんか、ね、うん、やっぱり黒がお似合いですよ山口さん。そうそう、なんか昔ね、ドロロンエンマくんっていうねアニメがあって、まさにね、それドロロンエンマくん、そうそう、もう50年くらい前、似合う、かっこいいじゃないですか、うん、いやなんか帽子屋さんにいそう、うん、その去年も、まあ、羽後ろつけましたよね、と、まあ、去年そうそう角もつけたんですよね、うんうん、つけてましたよね、うん、で今年、まあ、あのオレンジ帽と、はいはい、この黒いやつと、うんうん、まあ、つけましたけど、うん、まあだいぶ慣れてきたんじゃないかなっては思うんですよ、はい、うんうんうん、なので、まあ、今年ね、いろいろ、まあ、最近もやりましたけど、はい、まあ、指ね振ったり、まあ、いろいろありましたけど、ね、うん、一回やっちゃえばね、一回やっちゃえ ば, ゃえばもう突破できますよね。そう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 、はー、これぐらいならまだ大魔法、うん、大魔法使えそうです。でもいや、そんなかっこいいです。いや、これもうあれですよね、うん、ここから見た人はまさにあれですよね、このおじさん何張り切ってんだろうみたいな、そんな感じですよねなんかちょっと思いのほか似合ってて似合ってていいですね。あ、うん、まあ、でも個人的にはね、あんまり抵抗はなくなってきましたね。なんだ山口さん、レベルアップされてるんですね。だからね、だから明日がね、はい、怖いんですよ。怖がることないですよ、もう。だってこの帽子ってここ何日かか、うんうんうん、もう置かれてた、置かれてましたね、心の準備ができました。そうそうそう、でこの2つしかない、置かれてないんで、はい、うん、まあこれはまあそうなんだろうなってなるんですけど、明日の突然あるものがね、まだない、仮装がないですもんね。そうなん、多分明日もどさっと置かれるんでしょうね。それがね、今一番怖い怖い、ね、今日怖くて眠れませんねいや、俺明日来ないかもしれない。さゆるさんの時間も楽しみですし、ちょっとワクワクしたいなと思いますはい、ではここからはお天気も見ていきたいと思いますけれども、はい、そうですね、うん、じゃあ現状ちょっとご覧いただきましょうか。はい、はい、皆さんから